しのけんのポッドキャスト教えて篠崎先生。ポッドキャスト教えて篠崎先生は、日本語教育についてのお悩みや授業のヒント、文法に関する質問や発音矯正のやり方などを、日本語教師歴20年の篠崎大師がお伝えする番組です。知的に輝く人生をコンセプトに、日本語教育を楽しむノウハウを提供する株式会社しのけんがお届けします。皆さんこんにちは、チョーカリンです。ポッドキャストしのけんの教えて篠崎先生、今日は第87回です。篠崎先生、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします、ね、実はですね、今日私、はい、病院に行ってきまして。大丈夫ですか、お体が。うん、単に血液検査をしただけなんだけど。ああ、はい、うん、その結果が、それ2、3日前にやって、あ、じゃあ昨日やったのか。もうね、昨日やったことも覚えてない、ね、昨日やって、その結果が今日出て、はい、おかげさまでほぼ正常値。おお、おめでとうございます。いや、もうね、半年前はね、いろいろ問題があったんですけどね。50になるとね。うん、でも、正常値に戻りました。はい、やっぱりね、やっぱ運動しないとダメね。あ、でも先生は剣道とか。あ、剣道ね。あ、実はでも、あれなのよ。はい、コロナで、はい、一時期やっぱり道場が、で、剣道ができない時期もあったり、はい。剣道再開したんだけども、はい。やっぱり、こう、マスクをして、はい。剣道をするときもマスクをして、その上からちゃんとこう透明のガードをこうね、で、顔を覆って、はい。それでやらないといけなくなったんですよ。はい。うん。大変ですね。張、うん、さん、剣道やったことある？見たことはあるんですけど、やったことはないんです。ああ、でしょ、はい、あれね、普通に剣道するだけでも夏場は大変なのよ。はい、暑くて。今もう一層大変に。そう、それに、それをマスクしてガードしたら息できないんじゃないかと思って。ですね。うん。一年ぐらい怖くてやらなかったんですよ。なるほど。まあでも、ね、お子さん、子供もやってるし、おじさんがやらないのは、はい、ダメだなと思って再開して。でも、若い人は。そう、ね。頑張ろうかなと。そしたら、まあ、検査も良かったんで、ちょっと続けてみようかなと。はい。いう感じですね。はい。では、質問いきましょうか。はい。今日は60代、デビューから5年目の女性の方からこのような質問をいただきました。篠崎先生、張カレンさん、こんにちは。はい、こんにちは。はい。日本語教師が自分自身あまり得意ではない英語や外国語を使う場合に注意することを教えてください。以前、同僚の先生が韓国語ができると分かったとき、韓国からの学生がその先生と韓国語で話したがり、学校側から教室では日本語でと制限されたことがありました。また、母語は違う学生同士が英語で話していて、〇〇先生は英語が下手だと文句を言っていたこともありました。今のクラスの学生は皆英語ができるので、語彙レベルでは便利なこともあるのですが、こちらは簡単な受け答えぐらいしかできません。学校では教室内は日本語でというルールを隠れ蓑にしています。学習者からすると、母語を分かってくれる先生は親しみやすいのはわかりますが、英語の下手な先生は頼りないとか、なんだがっかりとか思うものでしょうか。日本語を教える立場の先生としてはどんな態度でいればいいでしょうか。です。ああ、なるほどね。はい。うん。これは、うん、多くの日本語教師がもしかしたら、思うところかもしれないですよね。日本語以外の言葉も、学習者の言葉も知っておかないとダメなんじゃないかなとかね。はい。これ、張さん、ね、だったらどう思います？その、自分のね、日本語の先生が、日本語教師が、やっぱり台湾の言葉ができた方がいい？雑談程度でちょっと言葉、挨拶ぐらいできたら嬉しいんですけど、
普通に文法の授業じゃなければできなくてもいいような気がしますね。そもそも文法授業、文法の授業以外は使わない方がいいと個人的には思っています。ああ、はい。そうね。ああ、なるほどね。だって、あんまり使われてね。はい。その中国語でこう、説明されたらね、日本語使う機会減るもんね。はい。はい、しかも、そもそも、言葉はどんな言葉で考えてるかによっては第二言語の学習速度がかなり違ってきますので、もし授業中でずっと学習者の母語を使っていて、そしたら学習者が逆に日本語で考えないようになってしまったりすると、それもそれで大変なんじゃないかなって思います。調査は何、その日本語を勉強するときにできるだけ日本語で考えるように頑張ってきたわけ今まで。特に頑張ってきたわけじゃないんですけど、なんていう、授業を受けてる最初はやはり中国語で考えていまして、うん、である日を境に、何かきっかけなのかは分かりませんけど、日本語で考えるようになってて、その後一気に上達しましたね。あ、そう。はい。ので、中国語で考えることと日本語で考えることでかなり差が出ると思います。あ、そうなんだ。はい。日本語で考えるようになったのは、その日本語を勉強し始めてどれぐらい期間的に、1年前後ですかね。ああ、でも1年前後ぐらいでもう、パチッとこう、はい、日本語で物事考えることができるようになってきたわけね。はい。しかも最初の時はもう夢の中でも日本語を使ってました。本当？はい。なんか病気みたいな感じになってて。はあ、それどういうきっかけそれ？きっかけは分からないんですけど、ある日急にそんな感じになってました。あ、はい。なんとなくです。なんか出来事があったわけではなくて、はい。急にそういうふうに自分がそうなってしまったみたいな感じなわけね。はい。急になってることに気づいて。ああ、なるほどね。はい。それはよく、いろんな人から聞きますよね。多分それは脳の中のシナプスがこうピタッとくっついたんだな、多分な。日本語ですね。はあ。でそれ以来はもう日本語を覚えることも文法を使うこともそんなに難しく感じなくなって、あとやはり中国語に訳すとかなり時間かかってしまいます。でも最初から日本語で考えたら、その場で考えたことをそのまま口に出すことはできます。なるほど、はい。逆に翻訳、中国に翻訳することが邪魔になってきたわけだ。はい。ああ、なるほどね。まあ、そこまで行くっていうか、だったら例えばその中国語で考えてた時期もやっぱり日本語の先生は日本語でずっと話してもらった方がありがたいわけ、それとも、はい、その時は中国語でいろいろ話してもらった方がありがたいわけ、どっち？これは日本語の経験ではないんですけど、英語を勉強した時はフル英語の授業を受けていました。うん。で最初は全然わからなかったんですけど、すぐ英語で考えるようになってて。すぐってどれぐらい？半年ぐらいですかね。あ、やっぱでも半年ぐらいかかるわけな。日本語より早かったです。あ、で、日本語の授業最初は半分中国語で半分日本語で受けてました。ので、どっちかというと、全部最初から日本語の方がもっと早く日本語で考えるようになれたんじゃないかなって思います。あ、そう。はい。で、今は逆に日本語の授業で中国語を聞いたらピンとこないことがよくあったりします。はい。なるほどね。はい、なんか。今が日本語モードなので、中国語を聞いてもわからないことが起きてしまいますね。なんかね、最初からフル直接法だと、なかなか学習者も学習負担が大きいんじゃないかとかいう話もあったり。まあ、大きいんじゃ大きいんですけど。大きいじゃ大きい。大きいんですけど、効果がありますね。あ、効果があるんだ。はい。まあ、そこを乗り越えられるかどうかっていうことかな。はい。ね、これね、まあ、私の立場から言うと、まあ、私はですね、日本語しか喋れないんですよ。はい。英語全然ダメ。はい。他の言語も全然ダメ。はい。もう日本語オンリーなんで、はい。だから、そこは私はね、もう完全に開き直って、私は日本語しかできませんから、日本語で話しかけてくださいっていうふうに言いますね。はい。うん。で、中途半端に英語を使うと、このお手紙みたいに
篠崎先生は英語が下手だって絶対言われるからああ、でもそれ生徒が悪いんですよ、うん、みんな日本語悪いんじゃないですか、まあうんまあ、生徒が悪いのかもしれないけど、まあそういう年頃の生徒かもしれないしね、まあ、だから基本的にはまあ使わないっていう、はい、だけどあのね、でも張家人さん私の授業を受けたことがあるから分かるかもしれないけど、はい、ちょっと学生にこう行動を促したりとか、なんかこう言葉で指すときは僕学習の言葉ですから、例えばじゃあよとかね頑張れとか、はいはい、じゃあよってのはまあしょっちゅう使うし、あと何行動が遅い学生には声で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 かなり親しみ感が出ますね。あ本当、はい、声でというのは中国語で早く早くというですね、でしょはい、うん、まあ、今の私の発音がいいかどうかは別にして、一応言えば通じる、はい通じます、うん、っていうのは使う。だからそういうフレーズはいくつか覚えておくっていうのは効果的なんですよね。はい、だから最初は日本語しか喋れません、はい、中国語とか韓国語で話すけど全然わかんないからちゃんと日本語喋ってねっていうふうにして、あこの先生は日本語しかわかんないんだなってしといて、で、まあ、ベースは日本語でやり取りするわけだけど、はい。なんかの時にですね、じゃあよ、とか、声で声で、とか、はい。って言うと、あと、あと私が覚えてるのはね、相手が韓国人学習者だった場合は、韓国語母語者だった場合は、なんだっけな、ノラミョン、ハルス、イッソって言うんですよ。え、あれ、何の意味ですか？これね、やればできるっていう意味。あことわざですか。ことわざっていうか、はい。というふうに、日本、これ、ある韓国の人に、やればできるという韓国語でなんていうんですかって聞いたら、ノラミョン、ハルス、イッソって言えばいいとか、はい。言うわけ。そしたら、何かの時に、学生が、日本語を勉強してて、なんかこう、今つまずいてるなとか、今ちょっと、停滞してるなとか、今スランプに陥ってるなって時には、あるいはなんか、行動をためらってるなとか、はい、っていう時には、ドラミョン、ハルス、イッソっていう、急に韓国語で言うわけ。そしたら、韓国人の学者、おぉみたいな。めっちゃ韓国語で言ったみたいな。はい。うん。やっぱそういうギャップにもなるわけですよ。はい。だから、どういうふうに私は使ってるけどね。はい。うん。だから基本は私はもう日本語しかできません。はい。っていうふうに、もう開き直って。はい。だから、いろいろ教えてください。逆にさ、じゃあ、逆にさ、中国語でなんていうの教えてくださいとか、韓国語でなんていうの教えてくださいとかっていうふうにすると、はい、喜んで教えるじゃないですか。はい。うん。それで、まあ、覚えられるものだけ覚えておいて。それを何かの時に、違う学生の時に何かの時に使うと。はい。そうすると、学生びっくりして、あ、この先生、中国語できないって言ってるけど、実はできるんじゃないのっていうふうに勘違いするから、うん。そういうトラップができると思うんで、そういうふうに使ってもらうと、はい、いいんじゃないかなと。で、あとはその別に、あれだよね、その先生が、張さん、中国語はできないからといって、はい。頼りがないとか、がっかりだって思う？っていうか、できないことは当たり前じゃないですかっていう。ねえ。はい。だから別にそれだけで、がっかりだとか、頼りないとは思わないと思うんですよね。まあ、他の要素で挽回すればいいし。はい。ねえ。だって、あなたたちだって、私から言えばですよ。あなただって日本語できないでしょっていうことですよね。ですよね。そもそも先生の英語が下手っていうような言葉を言うのがちょっとあれですね。だって学生たちも日本語が下手なんじゃないですか。先生何も言わないし。ねえ。はい。だから日本語の教師に英語力を求める方が間違ってるでしょっていうふうに私は思いますね。思うんだけどね。思いますね。そういうロジックでこう、攻めてるっていうか、こう、説明するというかね。はい。やっぱりそう、なんか、言い方は良くないかもしれないけど、こう、ちゃんとそういうふうに言い返すってことも大事だと思うんですよ。君たちも、はい、そもそも君たちの考えどうなの？間違ってるんじゃないの？だってここ日本語の勉強するとこでしょっていう、日本語を勉強するとこでしょっていう、はい、私に日本語教えてもらいに来てるんでしょっていう、なぜ英語力を求めるの？多分、うん、その生徒は、先生に文句を言っているのではなくて、自分の方が先生より偉いみたいな。そう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 。自尊心ですね。自尊心があると思います。うん。そうそうそう。別に先生が下手なのは、まあ、まあ、まあ、別にそれはそれでいいんじゃないですか。日本語の先生なので。だよね。
はい、全部できる必要ないからね、教師、はい、そもそも日本に来ている留学生は英語圏以外にも韓国人とか中国人とかいるんじゃないですか、うん、となると授業中で学生の母語を使うとなると何語を使えばいいのかっていうのが問題になってきますね。だよね、うん、はい、教師は全部学習の言葉全部わからないとダメなのか、ならしのか、そんなことはありません ね、うん、ね、はい、そういうふうな感じで接していただければいいんじゃないかなというふうに思います。ポッドキャスト教えて篠崎先生第87回でした。篠崎先生どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では篠崎大師への質問をお待ちしております。ウェブサイト篠研日本語教師篠崎大師研究室にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.kanjifumi.jp です。この番組は提供株式会社篠研、プロデュース篠崎大師、番組協力コロランテ、ナレーション太田由紀子によりお送りいたしました。